相手が切ってくるときにしっかりと足を下げつつ、それがつながって大きく出て体全体で切る、この心構えが大事だと。手先だけの動作にならないように引きつけるようにしながら振り上げて出ながら切るということです。戦線の線のくらいですから、1本目も同様ですけども、相手が打ってくるのをここで五路線でということではなくて、戦線の線の働きで間合いを維持しながら前方で吸い上げてから切る、ここが重要だと。で、切ったらこの腕は緩まないように、前の足がずっと下がるときに両目の間まで下がって大きく左上段、そして